大河ドラマどうする家康がより面白くなる歴史解説です。さて実はですね、チャンネル登録者数が15万人に達成いたしました、はい、なんとなんと先生ちょっと元リアクション、そうですか、いや、ね、それ多いのか少ないのかって多いです多いです、そうなんです、皆さんありがとうございます、ありがとうございます、はい、この間がね、はい、いいところなんですけれどもいやいや、ね、そしてですねこのチャンネルの開設がもう3年ということで、うん、あそうですか、はい、この3周年もそうでしたね、そうコロナとともにそうですね、はい、やりまして、最初はねもうちょっとちっちゃくちっちゃくやってたんですけれども、はいはい、今や15万人の方に見ていただけているのはありがたいですよね、ありがたいです、本当にありがとうございます、ありがとうございます、はい、このねチャンネル開設の3周年も記念いたしましてですね、なんと茶器を作ることになったんですよ、うん、てかもう作っちゃいました、うん、茶器です、この、ね、徳川家康をはじめとしてこの三英傑にちなんだ茶器となっております、うん、でこれ最後までご視聴いただければと思うんですけれども、この茶器最後にね、うん、番組の最後にちょっとご紹介したいと思ってるんで、そう、はい、そうなんで先生も実際ちょっとね手に取っていただいて見ていただければと思うんですが、うん、今回の動画は戦国と茶器ということで、うん、大変興味深い内容となってますよね、うん、まあ興味深いかどうかね今日はちょっと一服お茶の話を、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。岡崎出身のね有名な人がいるんですけどね、まあ、その人の話を本当はしたかったんだけど、はい、まあ、今日はもうちょっとザクッといっちゃいましょうか、ね、はい、ザクッとじゃあお願いします、はい、さあテストしますよ、やだテスト怖い、はい、お茶、はい、お茶、抹茶美味しいです、はい、はい、今茶道では、うん、はい、表千家と裏千家というのはご存知ですか、はい、あります、はい、これ実は表千家のお茶と裏千家のお茶なんですよ、出た難しいどっちが表か裏かお分かりになるかな、はい、僕はさっぱりわからないけれども結構答えは知っている、答えは知っている、うん、表、うん、なんでなんで、うん、どうしてどうしてか、立て方がちょっと違うのかじゃないんでしたっけ、その辺のギャラリーの方はご存知ですか、うん、うん、分からないですごめんなさい、はい、ちょっと見ていこうか、はい、いやこれはやっぱりね年を取った人は知ってるんです心配しない、いやいやいや、こっちが表、あこちらが表、表はね少しね、はい、全部で泡では隠さない、そういうことですか、少しこう出てくる、全くパッとこうね茶筅で泡立てるのが裏、はい、どっちの方の記憶あります、え、お抹茶セット好きでしょ、喫茶店行っても、はい、こちらの記憶ですね私、うんうんうん、やっぱこっちの、こっち、うん、私はですけど、うんうんうん、私はなんだか全然覚えてないというねお抹茶のうまいなっていう、まあこれねせっかく茶器を作ったので、はい、最初にしとってほしいなと思うんですけど、なるほど、うん、だいたいこれね外国人がね、うん、やりたがるんだ、でもそうですね人気はありますよね、こうやって座ってね、うん、え、でこれもともと薬だったんですね、あ薬、そうですそれ聞いたことありますね、うんうん、薬として伝わってきてる、うん、まあ、そこからこうできてるお茶の世界なんですが、うん、今日は戦国時代のお茶、戦国武将にとってね、はい、このお茶をたしなむ茶の湯っていうのは、うん、これは必須の教養だったんですよ、これ、うん、特に上級武士たちは必須の教養、必須、うんうん、だから今で言ったら英語、数学、なるほど、うん、それと同じぐらい大事だった、そう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 、まあ社会というと必須じゃなくなっとるかもしれないけどね、残念ながら、いやいやいや、まあその必須だった、うん、でこれなぜかというとね、うん、まあ争い事で、まあ、普段からこう戦場に出ているような連中っていうのは当然ひとときの憩いの場になる、うん、お茶を飲む時間というのはね、うん、これが一つと、もう一個ね外交の手段でもあったんですね、ああそうですか、お茶を飲むというのが、うん、お茶を飲むというのは、うん、いろんなものを取っ払って二人になれる、三人四人になれる場所、うん、いろんな身分の上下も取っ払っちゃうんです、うん、そうすると「おい」って言って「もう俺はみんなの前で威張ってるけど本音言うとな、うん、俺の味方になってくれよ」っていうようなことも言えちゃうわけ、あそういう場だったんですね、うん、それがまあみんなのざーっとその上段の前に座ると、はい、良きに計らえぐらいしか言えないわけですよ、うん、だから外交の手段として茶の湯というのは利用されたんです、うん、
そういうことで必須の教養だったんですが、特に安土桃山時代というと、はい、信長 が数多くの名茶器っていうのを所有してました。ものすごい量だったよ、うんうんうん、信長はねお茶が好きだったっていうのもあるみたいです。彼がお茶の本書いてる実は。そんなに好き、うんうん、だからお茶本当に好きだったんですよ。今ドラマだとこのワインをグラスでクッククック飲んでます。飲んでますね。あれ嘘だね。あれ嘘だね、うん、お茶を飲んでんじゃないかと思うんだけどね。お茶は好きだった、はい、で権力の工事にも使ったんですよ。ということはね、うん、信長ほどが持つこの名のある茶器というのは、うんうんうん、莫大な金額かしらんです当時。誰がつけたかは分からないけども、ドラマの中でね、うん、茶器一個で国一つだっていうようなことをちらっと言ってたの覚えてません？まあ、それはちょっとオーバーなんだけど、うんうん、ものすごいね高価なもので、うん、で褒章として家臣に与えたりもしたんです。あ、そうですよね。これなんかありましたもんね。それをこう、うん、誰がもらうかっていうので、うん、その名もついててね、うんうん、でこれ一個もらうっていうのはもう大変なことなんだということでね、与えたりもした、うん、まあこういう道具に使われたってことですよね。なるほどね、うん、茶の湯で、こう信長と言いますとね、ほらもうすぐある事件が起きますよね。あの事件ですね、本能寺、はい、その通りです。本能寺の変、はい、でこれもう一つの本能寺って話でね、うん、実は本能寺の変、明智が討ち入る前の日は、うん、公家衆を呼んで大茶会やってたんです。あ、そうそうそう、前先生にね、教えていただいて、天下の大名物と言われる、うん、そのもう大変な茶器を信長が揃えて、うんうん、公家たちが感心してみると、茶人たちもおおってな感じで来てるわけですよね、うん、もう本当にいよいよ自分が天下人になるんだっていうのを誇示してた、はい、うん、そのもう一つの本の字の変の時に、はい、それどうなっちゃったんでしょう。どうなっちゃったんですかね。なんかこうもうほとんど壊滅状態、はい、もったいないことで国家予算の半分ぐらいがなくなった。そんなに国家予算そんなには。その時にね、うん、名宝初花の片付きっていうのがあった。片付きっていうのは茶入れなんですけど、こういう形、ちょっと写真をね、これ財団の方のちょっと使わせてもらってますが、うんうん、こういうふうになって、はい、でこのくらいの大きさなんです。大きさは、うんうんうん、小さいんです。お茶を入れておくんです、はい、この初花という片付きを信長が持っていたんです、うん、この初花ってね、唐物片付きの白尾、うん、もう一番優れてるもの、うん、大名物、大名物じゃないよこれ、大名物として幕府御物第一の名宝だった、うん、これは室町幕府、名の初花の命名は足利将軍義政による初花、うん、後に信長の手に渡った、うん、はい、で信長はねこの時に嫡子信忠に譲ったんです、これを、うん、これがミソ。本能寺の変の後、実は、はい、これが失われたはずだと思われていたのが、うんうん、岡崎の松平近家といいます、年生とも言いますが、彼の手に渡っていたことが明らかになっています、うん、で翌年にこの松平年生は自分の主である家康に、これが初花の茶入れでございます、そして献じた、はい、これはね実はね、家康この後豊臣秀吉にくれてあるんだよこれ。あ、どうして秀吉が、うん、これ本能寺の変でしょ、はい、で秀吉が賤ヶ岳で柴田勝家を破った、はい、うん、でいよいよ天下人に手をかけたわけね。その時に戦勝祝いに持っていってやれ、うん、家康が石川数正に言いました。数正はこの名宝の初花を持って秀吉のところに行きます。はい、秀吉は信長がこういう茶器でものすごく権力を誇示していたってことを知ってましたから、うん、はい、ものすごい喜ぶわけで、うんうん、こんなものが俺のところに来るのか、これどのくらいの価値があるもんだって言ったもんだから、うん、数正は返事に困って、そうですな、5000石ぐらいの価値はって言ったら、うん、驚くかと思ったら、あ、
たった5000か俺ならお前に10万石やろうといった逸話が残ってる。ああそうなんですか、うん、でね、うん、いうことで秀吉に渡るんですが、うんうんうん、秀吉の手からそのうち秀吉の大名、うん、秀吉の大名に渡って、うんうん、大阪の陣関ヶ原の戦で敗れた後、はい、また家康のところに戻ってくる。うん、で家康戻ってくる。この人岡崎の人ですから、はい、実は初花は岡崎の松平年世が今の徳川家に献上したんですこれ。はい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 、うんうん、で今は徳川記念財団の所有で、うん、国の重要文化財指定、多分家宝になってお見えになると思います。うん、こういう価値がねお茶の茶の湯から生まれてきたんです、うんうん、で秀吉はこれで自分の権力を誇示しようとしたもんだから、はい、そういう姿勢でね、うん、この人が出てきて、うん、これ茶の湯のこれ最高千利休、そうです、はい、うん、千の宗益とも言いますよね、はい、うん、彼を自分の政治顧問にするんですよね、はい、この人は和美茶草庵の茶の完成者です、うん、こんな派手なとこじゃなくって、うん、でこの静かな狭いところで、うん、くぐって入るようなところでお茶をたしなみながらいろんな話をしましょうかというかね、うん、もう秀吉は彼を政治顧問にします。つまり茶の力で茶の湯の力茶器の力で世の中を治めようとしていきますよね、うん、ところがそれが高じて彼は大阪城にとんでもないものを作った。あれですね、あれです、あれです、すごいもう眩しい金の茶室です。はい、黄金の茶室。これなんかどうなんですかね、趣味的に。これは悪趣味としか言いようがない。あ、そんなこと言うと、そんなこと言うと価値があるっていうこと言ってみえる先生もきっといらっしゃるでしょうか。いやもう確かにすごいですよ、全部ね金ですからね、うん、これは箱根の MOA 美術館にあります、うんうん、そう、あの好み的にねどうなんだろうと思う人は結構たくさんいらっしゃるんじゃないかなっていうお話でした。はい、でね、まあこれで結局利休と秀吉は離れ始めますよね。うん、最後は言うこと聞かないやつだということで秀吉が利休を死を命じるということになってしまうんですが、はい、その結果ね、うん、この絵有名な絵なんです。はい、見たことあるでしょ、はい、前も見せていただきました。円光即滅図、うん、長谷川東博が金地院の八荘石という茶室の襖絵に残したもの、うん、茶室ですよ、茶室、八荘石、はい、ものすごく和び茶の部屋です。うんうん、八荘石窓が8つありますよということですね。はい、八荘石は小堀遠州による建造と築造とされ、うん、京都三茶石の一つ、うん、僕は見てきました。あ、そうですね、普通の部屋じゃん、うん、普通の部屋じゃん多分娘さんの部屋の方が綺麗で立派かもしれない。いやいや、本当に、うん、普通の部屋だった。で長谷川東博による襖絵が有名だけども、うん、特にこの円光即月は、うん、欲に駆られて身の程を忘れ、はい、命を落とすことを表していると、うん、これ何かというと即月、月を取る、はい、池に月が映ってるんですよ実は、ここにこれ書いてある、うん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 、ね、これは私の変な手が映ってるみたいですけども、カメラでね、はい、ごめんなさい皆さんすいませんでこの月を取る、これが欲に駆られて月欲しいと思ってるんだよね、うん、身の程を忘れて、うん、これ折れちゃうんです、折れて落ちて池に落ちて死ぬんですこの猿、ね、うん、これをね次から次へと猿がやってきては同じことを繰り返すという故事があったんです。うん、これを身の程をちゃんと死になさいと、うん、こういうことやってはいけないよということで、教訓そのものだったんだけど、長谷川東博が描いた、これ国の重要文化財、はい、家康の武士たちに示した教訓そのものであ る, あると、つまり秀吉のようになるなよと、うん、武を忘れたことやってはいかんぞと、そうです、ね、いうことがこの八荘石の茶室にこの絵があります。うん、京都三茶石の中にある、あ、すごいですね、茶の世界というのは奥が深いんです、ものすごく奥が深いで、茶道具もそう、茶室もそうでしょ、うん、ね、で、あのね、奥の深いところで頑張ったのがこの人、この人の話でも終わりにしたいと思う、はい、前もやった、あ、はい、いい直輔ですよね、このいい直輔は自分の茶室を持っていた、うん、部屋住みの時に、うん、この時のこの人が書いた言葉が、
一期一会っていうのは必ず考えてね、はい、うんうん、どんな客が来ても最大のおもてなしをします。いい茶器で、うん、そしていいお茶でおもてなしをする一期一会、うん、これがいいな。おすけが残した言葉で、彼は14番目の子供、はい、まあ、だから本当の部屋住みだったんですけど、埋もれ木、うん、もう埋もれ木ですよ、埋もれ木、うん、そこに自分が住んでて、お茶を学んだりから俳句を、短歌を読んだり俳句を読んだり、うん、人といろんな話をしたりして過ごしてた、うんうん、それが大老になるんですけどね、うん、当時の上級武士の暮らしはね、当主を隠居した者とか、うん、部屋住みの子供、うん、世継ぎになれない子たちが、はい、こういった人たちが好きの道と言います。好き、こういうのを好きと書いて好き、好き、好き屋作りの好きものっていうでしょ、うん、好き、あ、はい、これこの字を書くんだよ。あ、好きものってこれなんですね、うん、だから好きなものっていうとなんかいやらしいよね、好きものっていうと。あ、まあまあまあ、うん、本当は好きものっていうのはこの字を書く。あ、そうですか。これは風流の風雅に心を寄せることを好きという、だからあんたも好きものねっていうのはそうですと言えばいいんです。そうですね、いい言葉だったんですね。いい言葉なんです。この好きの道にやっぱり茶の湯があって、一期一会、うんうん、でね、このね、すごい宿題もらっちゃったの。え、誰に？このディレクターから。ああ、あの、このチャンネルので、ね、これ今回ほら、うん、そのお茶の話、あ、茶器ね、うん、お茶の話は皆さんこれで大体ね、どんな価値があったかっていうのお分かりになったと思うんですが、うん、その身の焼きだそうですけどね、はい、そこにね、うん、この書状の、はい、この部分を使いたいと。ああついてた、そういえば。これなんて書いてくる？12月8日、うん、家康って書いてあるの、これ。あ、家康、ね、花王ですよ。花王ですね。そう、え？なんだこれと思ったら、そうそう、これ静岡市のね、うん、資料館がどうも手に入れた、うん、とんでもない書状なんです。これ読んでみた、うん、僕、うんうん、読んでみた。ものすごい時間かかったんだけど、はい、怒れちゃう、怒れちゃう。そうだ、花王ね、はい、中納言って書いてある、これ、うんうんうん、中納言様、はい、中納言っていうのは秀次、はい、秀吉の息子、ほら殺される、はいはい、秀次宛てに家康が出した書状なんて、うん、そんなものが存在するのかと思ってたら、うん、あった、あったそれが静岡市からね、この、うん、お茶碗を作られる人がどうもお借りしたみたいなんです。ああ、そうですか。いや、もう価値で測れない。何て書いてあるかというとね、はい、これ奥筋で書いてある、もう書いてた奥筋の様子ありがとうございますこれは何かというと奥州の様子はと、うんうんうん、でこの時にね、秀次ね、奥州に出兵してたんです、はい、その時に伊達は味方なのか、おいどうなのかってことを家康に聞いてきてたんだね、うんうんうん、で家康が朝のここに朝その様子をね、朝壇って書いてある、はい、朝の壇上というのは朝の長政、うん、これに持って飛脚に申し届けて様子を教えろと言った時に返事が返ってきた、うん、返礼が、うん、で三着申しで、これを見ていただくように参らせますよとこう書いてあるんですね、うん、で政宗は、はい、体がね、どうもね、調子が悪い、容体を見届けず、うん、調子悪いじゃない、調子悪いじゃない、ただ政宗の様子が見届けられない、見届けられない、うん、そういうことか。で、申し来たり候って書いてあるけど、うん、これはね、多分大丈夫でしょうという意味だと思います、うんうんうん、ということは朝の壇上の書面で、うんうん、そういなくって書いてあるね、驚き入り候ところ相違なくの胸って書いてあるけど、うん、これはその政宗がの様子がわからないけどもの良しが申し来たるけども大丈夫でしょうということが書いてある、うん、先を持って安堵申し候って書いてある。まず持って安堵申し候、うん、安心した、安心した、うんうん、ね、愛会の儀は重ねて、要するに軍勢を変えるというのかな、うん、その儀は重ねて申すべく、うん、申し述べるそうべく候、うん、強強禁言と書いてある、はい、だから、まあ、安堵しなさいよと言ってるわけね、うん、それがこの書状だって言うんですけど、これもう何とか読んだけど
これはねあまり意味が僕も分かってないのね。ほう。ただし ものすごい貴重な書状ですこれ。うん、うん、これだけの名前が出てきて、はい、で家康が12月8日に自分で書いて顔を書いている。うん、これ家康の直筆の顔でしょう。あ、で中納言殿と、うん、で何が面白いかというと家康は大納言だったの。はいはい、普通だったら目下に向かうって書くから京京金言なんて書かないの。あ、そう、金言だけで、しかも名前ももっと下に書くの。うんうんうん、だけど京京金言上に書いている、うん、自分よりも上に扱っているところです家康は。あ、そうか、次の関白だから。あ、おそらく秀吉が絶対跡継ぎにすると思ってるから、うん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 、だからもう家康はちゃんと分かってて、そういう諸殺令で書いているというところがこの書状を見た時にね、すごい、うん、ものすごい面白いなと思いましたが、うん、何よりもこの美濃焼の作家さんがこれをそのまま使うといった時に驚きましたね、うん、この顔ね、うん、でこの顔だと思いますが、うん、ありますか手元。そうなんです、ここそのままなんですよ。こう分かります、これと全く。そうこれね、うん、この角度が少し違ったりとか、うん、一個一個全部違うんです顔って、うん、上塚ずつ、すごい、羽の大きさが違うとか、うん、サインですから、バッチリ同じですからね、うん、バッチリ同じに、うん、バッチリ同じで仕上げていただきました。この書状に、これは静岡にもあります、うん、資料館で展示してあるかもしれません。そうですね、はい、うん、ぜひご覧になっていただきたいし、はい、私のいい加減な説明よりも、いやいや、きちんと書いた説明背景を、ただし、うん、家康がこんな書状を出していたんだって、ね、驚きました。うん、それから目上に書いているということに、ね、うん、そうですね、驚きました。さらにその顔が入っている、はい、こちらの茶器となっております、はい、でこれでねお茶を飲んだりお酒を飲んだりしながらこのチャンネルの動画をね先生楽しんでいただくのをまた、これお酒飲んでいいのね。あ、もうあの使い方はもうあのいいです。もうこれでも限定してお茶だけ飲めっていうもので作ったわけではないんで、なんかもう一個あったよね。そうです、もっといろいろ、もちろん三英傑のを作りましたんで、この顔は家康の顔なんですけど、信長の、そうです、信長のもう一つありますね。これ綺麗ですよ、うん、信長、これはね、多いからな、これは信長の顔ですが、はい、これ実はキリンなんです。ああ、そう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 、キリンを表してるんです。うん、だからキリンが来るっていうのはきっとここから来てたんです、ね、信長の顔、ね、キリンというのは世を耐えられる人の、うんうんうん、ね、そういう動物、これは、はい、これで飲んだらうまいでしょうね、きっと嬉しそう、はい、先生こちらの顔も、はい、はい、ちょっとこれ秀吉さんですか、解説して、はい、そうです、いただければ、あ、うん、まあそうですね、うん、はい、秀吉のもそうですね珍しいですよね、でもね、うん、珍しいです、顔がボンって入って、ね、これ3つ揃うとかっこいいね。でもそうなんですよ、3つ揃うとかっこいい、三英傑なんで、これ歴史好きの方はこの書状のこの文字だっていうことを皆さん知っておいていただければ、知っておいていただければと思います、はいはいはい、ぜひぜひね、皆さんのお手元で、うん、あの日常の中に、そうですね、うん、ごめん、言い訳していい？言い訳？はい、どうぞ。この本国間違ってるかもしれませんからね。だから今この画面静止にして、うん、後であの野郎本当かどうか調べてやる、そういう人がいたら、いやいやいや、もし違ってたらもう内緒で教えてください。内緒で、はい、内緒であの堂々と攻撃しないようにお願いいたします。はい、そうですね。というわけで、はい、あのぜひねこちらも楽しんでいただければと思いますので、はいはい、よろしくお願いします。こちらは色違いで信長秀吉の顔が入ったシリーズとなっています。うん、で信長、秀吉、家康の三英傑コンプリートセットなんですけれども、なんと5000円も安く購入できちゃうんですね。あ、そうですか。はい、こちらの茶器は7月3日までの期間限定販売となっています。ぜひお早めにご購入ください。販売ページはこの動画の概要欄をチェックしてくださいね。こちらでぜひですね、お茶を飲んでいただいたり、お酒を飲んでいただいたりして楽しんでいただければと思います。